げといえばね、見たことありますね。よく力で曲げるという方いますね。こうしてギュッと両端を持って、これは明らかに力ですが、皆さんこの視点を持って、こうして心の奥から指先にパワーを伝えると、自分で曲げたことすら分からないように曲がります。これは皆さんが自分で曲げて自分で驚く不思議な世界です、ね、曲がるといいなと思った人しか曲がりません、ね、自分が見た夢は自分でしか叶わないように、夢を実現する、これは、ね、シミュレーションとして面白いですから、まあ、曲がるといいなと思ってやってみます。スプーンを手にして人差し指にパワーを込めて先端に当てています。いきますよ、曲がれと思ってやります。曲がれって言うと手の字に曲がりましたね。これ結構ちょっと叩きますね。こんなところから曲がってますね。はい、このスプーン曲げやってみたい人、本に極意を書いておきました、ぜひ挑戦してください。はい、スプーン曲げ、ミスターマリックでした。